ついに今話題のサトシトークンの上場先が決定いたしました。この動画で速報という形で説明させていただきます。皆さんこんにちは、 FX トレーダーの西条です。いつも動画をご視聴いただき本当にありがとうございます。今回は冒頭でお伝えしたようにちょっと速報っていう形なので動画は短くなるかもしれないんですけども、サトシアイランドの上場先っていうのが OKX で確定いたしました。まあ、これは公式から今これあったツイートなんですけども、本日の午後5時51分なので、まあ、約動画アップ頃から言うと多分3時間前くらいのツイートになってくるかなと思います。でペアはサトシトークンと USDT ということなので、まあ、実際に、売り買いする、まあ、売るときはサトシトークンを売るんですけども、売ったときは USDT になるっていう形になります。で私も実際にですね TGLP は3枠持ってるので、サトシトークンが3枠分ですね一応手元にある状態にはなるので、そちらの方を、まあ、どのくらい上がるかによるんですけども、まあ、ちょっとその分だけでも売り抜けしていこうかなと思いますので、ちょっとこれから楽しみかなと思っております。で、一応ですね、このサトシアイランドの、これトークンじゃなくて NFT なんですけども、NFT は専用サイトに行ってまだ一応ですね、オークションが開始されています。で、結構高くてですね、思ったより高いんですけども、どんだけ今安くても850テンセット、いります。なので、850っていうと今1枚のテンセットが約400円くらいなので36万円くらいかな、になると思います。 TJLP で購入した人っていうのは大体1900から2000ドルくらいで購入できたので、それ考えると、まあ、結構割高なので、まあ、ちょっと今売れ余ってるっていう感じなんですけども、まあ、興味ある方は買ってみても全然いいんじゃないかなと思います。はい。でこれが実際に OKX のページになるんですけども、今サトシトークンを、まあ、二次流通で購入したい方、もしくは TGLP 参加しててこの OKX でサトシトークンをとりあえず売り抜けたいって方は今のうちに登録しておきましょう。概要欄の方にも貼っておくので、そういった方は今のうちに登録しておくのがいいかなと思います。でまた近くなってきたらですね、22日上場っていう話だったんですけども、まあ、この辺もですねちょっとまた近づくにつれてこの OKX でのやり方ですねっていうのを動画に出したいと思いますので、まあ、折り入ってとりあえず今回は速報っていう形で動画撮ってるので詳しくはやらないんですけども、実際に上場する時の、まあ、ちょっとしたコツだったりとか、まあ、売り抜けるにはどういう時に売り抜けるのが一番いいのかっていうのも明日、明後日くらいの動画でやっていきたいと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録してお待ちいただければと思います。で、おかげさまで前回出した、昨日出した動画っていうのがかなり好評だったので、気になる方は概要欄の方に貼っておくので、こちらの方もまだ見られてない方は見てみてください。それでは今回速報っていう形で、まぁ、ちょっと簡単な動画となってしまったんですけども、わかりやすかったと思われた方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。